オレンジリボンとは児童虐待防止運動のシンボル。虐待で死亡する子供は1週間に1人と言われ、この不幸を根絶しようという運動は年を増すごとに拡大している。厚生労働省は毎年11月を児童虐待防止推進月間に定め、各都市、各地域をリボンのオレンジの色で埋め尽くそうという計画を推進している。世界では 児童虐待のシンボルとしては使われておらず、ADHD へのアウェアネスや人種差別撲滅のシンボルとしては使われている。2004年に栃木県小山市で3歳と4歳になる二人の不死家庭の兄弟が父親の同居人から度重なる暴行を受けていた。それを見たコンビニ店長により警察に通報され一旦たは保護されるが周囲の初期間が適切な措置を取らなかったために、 9月11日、ガソリンスタンドで再び暴行を受ける。兄弟は車中においても暴行を受け、息も絶え絶えの状態となったため、兄弟の父親への事態の露見を恐れた同居人によって橋の上から川に投げ込まれ殺害された。この事件を受けて2005年、栃木県小山市のカンガルー小山という団体が二度と このような事件が起こらないようにという願いを込め、子供虐待防止を目指し、オレンジリボン運動を開始した。その後、NPO 法人、佐藤や子支援の暗記金プロジェクトが協力して大きく発展し、現在は全国各地で活動が拡大している。現在の総合窓口は、NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークにて行われている。 オレンジリボンのオレンジは、前日の NPO 法人、佐藤屋子支援の暗記金プロジェクトによって、虐待を受け佐藤屋に養育が託されたことのある、子供らに色を決めることへの参加が呼びかけられ、決められた、開かれた未来を象徴する色だという。なお、オレンジリボン運動公式サイトによれば、オレンジのような明るさを持つ色であるととともに、選定に携わった、佐藤子経験のある側が、 無意識のうちに大人たちに温かさを求めていたためではないかとしている。NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークはオレンジリボン運動についてオレンジリボン検証を提唱している。オレンジリボンマークは NPO 法人児童虐待防止全国ネットワークによって商標登録されている。登録の目的はオレンジリボンマークを商用目的に使用されることの ないよう、また本来の趣旨に反して使用されることを防ぎ、誰もが安心して身につけられるよう、また信頼のもとに使用できるようにである。ただし、商用でない子供虐待防止活動には使うことができる。児童虐待の意味合いでオレンジリボンマークを使用する場合は、児童虐待防止全国ネットワークへの連絡が必要である。 厚生労働省は2007年の11月から毎年11月を児童虐待防止推進月間とし、各都市、各地域にてオレンジリボンの啓蒙活動やイベント実施を推進。また、市街をオレンジの色で埋め尽くそうという計画を推進している。ありがとうございます。